はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。JK です。今日なんですけれども、今日は、えー、2023レギュラー、ついに登場ということで、各チーム85以上、選手徹底解説やっていきたいと思います。はい。今回、ミトホーリークホック編ということでね、ついにミトまでやってきました。まあ、J2 もね、えー、評価始まって、もうね、えー、選手名鑑で言ったら、選手名鑑じゃない、選手図鑑ね。で言ったら、1段目終わりまして、も2段目に、ね、入っていくというところで、 さあ、三もね、えー、3選手、えー、今回ね、あのー、レギュラー85以上として登場してるわけなんですが、まあ結構ね、その三戸もね、三戸の顔としてね、はい、まあ、ここまでね、しっかりと活躍してる選手が3名、えー、選ばれているという感じになってます。まあ当然ね、あの、活躍しないとグレード上がらないんですけどね、はい。まあお馴染みになったんじゃないですかね、去年の後半とそんな変わんなくて、まあ山口瑠衣選手はね、高かったね。で、楠本選手がやっと85に乗りましたね。 で、前田選手もまあ、やっと85以上になったというところで、まあそういう意味では、まあフレッシュっちゃフレッシュですね。はい。まあただ比較的ね、なんか予想がここはつきやすかったんじゃないかなという選手が、軒並み上がってるイメージであるかなと思います。で、あとはまあそうですね、まあ、あとはポジションとかね、まあそういったところを含めて、まあ結構ね、重要なポジションの選手たちなので、まあ、あとはどういった評価になっているのかというのをね、楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いします。 では、早速ですが、選手評価に入る前に評価基準を説明していきましょう。こちらです。はい。えー、この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目で1から5の9段階、点を含めて評価していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、またね、一人一人、評点付けした後に、スキル能力値ボナーセとかね、まあそういったのを含めて、まあ細かい評価出していけたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速、1人目から紹介していきましょう。まず1人目の選手、こちらです。 はい。えー、ミトホーリーホックの山口瑠衣選手です。はい。山口選手、スキル4、能力値が4、総合4の評価となっております。はい。ここはね、まあ山口選手ゴールキーパーなんで、まあスキルね、まあゴッドハンド1対1、ロングフィードということで悪くないですね。ただシュートセーバーがないので4止まりです。で、能力値に関してはディフェッチ高いですが、ボナセンディフェンまでは持ってないので4にしてます。で、総合は4で評価しております。 はい。まあ、ここはもうキーパー全般。まあ、今日、今回ね、4とか3.5とか、4、まあ、高くても4.5とかぐらいの選手。まあ、ほぼほぼ4の選手が多分多くつけてると思うのは、まあ、やっぱりね、シュートセーバー。まあ、ここがないっていうのがね、まあ、そもそももう限定に勝てない要因になっております。まあ、絶対に 100%, 100勝てないとは言ってないけどね。 <laughs> でも、ほぼほぼもう、当てはまる事象、ほぼほぼ勝てないですね。はい。ってなってくるので、まあ、やっぱりレギュラーは厳しいですね。どっちかというと、素材とかそういった意味での価値というのを見出していかないといけないんですが、まあ、ただ、グレード89で、まあ、トップグレードなんでね、どうかな、まあ、このトップグレードというところがちょっと大引きそうではありますが、まあ、手に入らないグレードではおそらくないんじゃないかなと思うので、まあ、山口選手といえばね、去年、 まあ、エクスペとかもね、登場してたりとかするので、まあ、狙って撮ってる人もいるだろうしね。まあ、去年限定戦線とかもね、顔出してる選手なので、まあ、レギュラーもね、85以上だったので、まあ、比較的そういうものの餌にしたりとか、まあ、今後シュートセーバーとかね、ポッタたカード出てきた時に、えー、ぜひね、あのー、まあ、餌として届いて、それをね、あのー、食わすという作業をしてほしいかなと思います。まあ、本当にね、あのー、去年のね、エクスペかな、シュートセーバー、 出たんでね。シュートセーバーでね。はい。確定で取れたので、結構取った人ね。もしかしたらシュートセーバー持ってなくて取った人とかいるんじゃないかなと思うので、まあそういう人たちからしたらこのレギュラーね、餌としてはすごく魅力的かなと思うので、まあそういうところにね、ぜひ勝ちを生み出して、残すならまあ残してもいいかなと思いますね。まあ特にキーパー絶対的守護神持ってない人は、まあ残しておくべきなんじゃないかなと個人的には思います。はい。では続いて、えー、2枚目いきましょう。2枚目は、えーミトホーリーホックの前田亮介選手です。 前田選手はスキルが4、能力値3.5、総合3.5で評価しております。はい、ここなんですけどね、まあ評価難しくて、スキル的にはまあスルーフィード、キラーパス、タックルなんで、まあ、組み合わせが悪いとかではないんですが、ちょっと順番的に物足りなさはありますかね。 せめてタックルが A とかだったらもっと良かったんじゃないかなと思うし、で、B がキラーパスとかなんで、まあ CMF とかね、まあそっちの方での需要はあるとは思うんですけれども、そこがちょっと評価難しかった点かなと思います。まあ一応4の評価にしております。で、あと能力値に関しては、まあディフェンスがね、まあディフェンスはそんな高くないというところがあって、ただスタミナはまあボナス含めてちょっと補えてるんで、4にしてもいいのかなと思ったんですが、 うん、ま、あ3.5だろうね。うーん。まあ、やっぱ、急所としては拭えないですからね。で、ディフェイチがすごく高いわけではないので、ま、あ3.5かな。でも、4よりの3.5と思ってください。で、総合的にも、ちょっとそこの能力値の関係です。えー、4よりの3.5と、評価、えー、つ付けさせていただきました。まあ、ただ、ここに関して言えば、まあ、せめてね、そうなんですね、スキルがね、 A タックルとか持ってたらディフェンチ補ってでも使いたいとはなるんですが C タックルだとディフェンチ高くなってもやっぱ不安は拭えないので んどうしてもその CMF とかで使いたいとかだったら止めはしないんですが、まあ前田選手も正直限定マッチかなと、個人的には思います。まあスターターとかで結構いいカード出てたんですけどね、まあそっちとか持ってる人はそっちの方がいいだろうし、まあ今後プレメとか、まあいろいろな限定のところ、まあフォーカス系とかもね、まあそうだと思うし、まあ出てくる可能性十分に高いと思うので、まあレギュラーは一旦餌に重きを置いて、そういう今年の限定とか、まあスターター持ってるんだったらそっちにね、シフトしていいと思うんですけれども、 まあそういったところかな。まあこのレギュラーはなかなかそうですね、実用性に向いてるとは言えないので、まあそういった餌としての使い方をするとよりまあいいのかなと思いますね。で、グレード的には87なんでね、まあ比較的に入りやすいのと、で、あと今後ね、またグレード伸びてくる可能性も十分に秘めてる選手なので、ここはまあ残しておいても損ではないかなと思います。まあどっちかというとリーグよりはクラチャイン向きに仕上げた方が価値は出てくる選手かなと思います。 はい。では続いて3選手目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、楠本拓実選手ですね。同じ組とホーリーホーク所属です。えー、楠本選手ね、スキル4、能力値が4、総合4で評価しております。 はい。ここも見ていきたいんですけれども、スキル的には、ま、あ4.5よりの4と思ってください。ま、あピンタックヘディングクリアパスカットなんで、ま、あこれパスカットがね、これ ABB とかだったらね、4.5つけやすいんですけど、ま、あ4.5よりの4かな ?4.5 にしちゃうとね、ちょっと高すぎる気がするんで、ま、あでもはい、スキルバランスいいと思います。で、能力値に関してはディフェチ高いプラス、まあ、ボナセンがついてくればね、ここも4.5見えたんですが、まあ、ついてないので、まあ、4にしてます。 で、総合的には4の評価となっております。はい。ただまあ、ここ、楠本選手ね、スキルのね、このバランス的にも、まあ、守備のね、3種の神器持ってますし、はい、素晴らしいと思います。まあ、ただね、まあ、やっぱパスカットが C というところと、まあ、ヘディングクリアはあるんですけれども、ちょっとそのスティール系にちょっと不安要素はあるので、まあ、ここをどう見るかなんですよね。だからこれを量がするようなディフェッチとかスキル強化なりがついてくると、まあ、本当に、ね、優先して使う。 べき選手になってくるのではないかなと思うのと、まあ、あと、楠本選手もね、ガーディアンとかそういう系列は結構出やすそうな気もするので、うん。まあ、限定戦線含めて、まあ、今年ね、すでもに限定以降も出てますけど、キャプテンがね。まあ、それ以上の限定も十分に期待できるんじゃないかなと思います。まあ、ここまでね、安定して同じく活躍している選手ですので、まあ、今後のね、はい、限定戦線も期待したいところかなと思います。まあ、このカードもね、決して悪くはないので、 まあもしねセンターバック、まあ、とりあえず押さえとしてとかだったら使えると思うんでね是非、まあ、ね気を試してみてはいかがかなと思います。 はい。ということで、今回ね、3選手、水戸の選手を紹介していきました。まあ、三ホーリーホックね、結構固定化されつつありますかね。このままいくと多分後半もこの3選手プラスアルファでもっと増えるんだったら、まあ、誰かしらがね、増えてくるかなっていう感じなので、ここは多分まあ、ただ山口選手がね、確かね、怪我してたと思うんでね、そこだけがちょっと不安かなっていうところありますけれども、まあ、そんなに長期離脱にならなければいいんですけどね。 後半とかも見れると思うんですけど、そこがちょっと心配なところかなとは思いますね。はい。まあ、ちょっと動向を注目していきましょう。早くね、治ってほしいですね。はい。ということで、えー、今回ミドホーリーホックのね、レギュラーの3選手を紹介していきました。よかったら参考にしてみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここに徹てします。バイバイ。